八重山サソリは、クモツなサソリモクコ小金サソリ科に属する節足動物である。日本に産するサソリ2種のうちの一つで、人に対する危険はない。主に森林に生息するサソリで、朽木の中などに生息し、小型節足動物などを捕食する。サソリといえば毒が有名であるが、この種は人家に侵入することもなく、人間と触れる機会がほとんどない上、 人に対する毒性もほとんどない。他方で、タンたタめ生殖をするサソリとしても有名で、世界のサソリの中でも得意なものとして知られている。メスは、体長は30から35ミリメートル。全身はほぼ暗褐色で、ハサミ状のフレシは褐色。尾の先端の毒の尾の部分は黄色。体は幅広く、やや平らになっている。東京部を覆う廃坑の前方両側面には、 それぞれ3個、中央には1対2個の単眼がある。その腹側を覆う胸板は、前が尖った、はっきりした五角形。腹部の腹面前方にあるく板は、その刃がふと短い円柱状で4から8と、数が少ない。尾になっている五腹部は細く、先端の毒針は下に曲がる。毒針に相対する棘はない。なお、岡田は、オスの特徴として腹部が小さく。 フレシのハサミの形状が異なるとしている。日本では八重山列島にのみ分布する。稀に荷物などに紛れて本土の港湾などで発見された例がある。ペットとして飼われたものが逃げたと思われる例もある。世界的には東南アジアからオーストラリア北部、ポリネシアなどの広い範囲で報告されている。枯れ木や朽木の隙間や樹皮か倒木の下などから発見される。 飼育家では白アリをよく食べる。ヤエヤマサソリは体性で直接に妖精を生む。これは多くのサソリに見られるものである。孵化した妖精はすぐにメス成虫の背中に登り、ここで約一週間を何も食べずに過ごす。それから母親の背中から降り、それ以降は自立して生活を始める。ヤエヤマサソリはンた,ため生殖によって、 メスだけで繁殖が可能であることが分かっている。少なくとも一部の個体群においては、タンたタめ生殖だけで繁殖しており、オスが存在しない。これは、まず、平岡都志らが1984年頃より、イリオモテ島とマレーシアのキャメロンハイランドにおいて、この種で年間を通じて、オスが出現しないことを発見したことに始まる。これをもとに、イリオモテ島の個体群から、 メスの単独飼育による複数回の出産や単独飼育で3代までを得たことでこの可能性が強まった。山崎はさらにこれを徹底し単独飼育で5代目までを得ることに成功しさらにその単ため発生の仕組みについても研究をした。世界のサソリのうち同様の単ため生殖を行うとされているのは本種を含めて7種のみである。 同族の多種で生比を調べられた例では、死有がほぼ一、一で存在すると見られる。また、本種についても地域によっては、少数のオスが出現するとの報告もあり、部分的には、通常の生殖も行われている、可能性がある。サソリは、毒性が恐ろしいと必要以上に警戒されるが、この種の場合、刺された例を聞くことすらほとんどない。刺された場合にも軽く、 痛みを感じる程度とされている。なお、これは毒を持たないという意味ではなく、人間に対する毒性が、ごく弱いことを意味するだけである。サソリの毒は、大型の天敵に対する防護にも使われるが、餌となる昆虫等を捕殺するためのものでもあり、実際に、この種の毒からは昆虫に特異的に効果を持つ、成分が、複数発見されている。日本のサソリとしてはもう一種。 マダラサソリがあり、先島諸島と小笠原諸島に分布する。しかし全体に細長く、ハサミや尾も長い上、体色が淡かし色に、マダラ模様なので、区別はたやすい。毒性は、ヤエヤマサソリよりは強いが、やはり大したことはないとされる。オーストラリアから、フィリピン島にいる禁煙種であるニームラサソリとは、串板の葉の数頭で異なる。ありがとうございます。